2013年開幕してから数々のドラマ、みんなで崩れたドーハの悲劇から4年後ヤンジンが決めた一撃、柱谷鉄次伊原正美、まさに鉄人アジアの壁、ヘディング強すぎる秋田さん、前園さん全然パスタさん、マイアミの奇跡は伊藤のテル、フリーキックヤバいの岩本テル、この辺りから世界が見えてく、日本から各地へ飛び出してく、中田中村小野稲本、解説は今日も越後セルジオ、隣で叫んでるバイブスタロー、めっちゃ好きでしたドラゴンクボ、芝生でもちょっと荒れた空き地でも、誰とどこでもどこまでもどこでもここまでも響くカナリアの人家、マドリードで注目を金貨、ロナウジーニョの遊び方、メッシが超えたドリブルのボーダー、コーナー集まって踊るパフォーマー、歓喜に包まれるサポーター、さらに沸かす裏書いたラボーナー、エルクラシコ毎度追う相撲、スランプの苦悩晴らすカンプノー、ギリギリのプレーラフ&フェア、点取って数が絶対のテーマ、笛が鳴るまで足がつるまで、パスが来るまで月が昇るまで、yeah.